カーと CDR はリスプ言語の基本的なデータ型であるリストを操作するための最も基本的な二つの関数である。リスプ言語のリストはコンスセルと呼ばれる二分目構造セルにより表現され、カーは二分期の片側を返しこれはリストの先頭の要素である。また CDR は二分期のもう片側を返しこれは後続する二分目セルである。コンスセルカーは K と発音され、 CDR は KD と発音される。この不可解な名称は最初にディスプが開発された IBM704 の命令形式に由来する。IBM704 は36ビットワードの機械でタイプ a の命令形式ではこれを3ビットのプレフィックス、15ビットのデクリメント、3ビットのタグ、15ビットのアドレスの4つの部分に分けて用いた。カーは レジスターのアドレス部の中身を CDR はレジスターのデクリメント部の中身を意味する略語だった。現在ではこの名称は無意味なものになっている。コモンリスプではより意味のあるファースト及びレストという関数も用意されているが古い名称も引き続き使われている。リスプにおいてコンスは2つの要素を持つ順序体である。1番目の要素をカー。 2番目の要素を CDR と呼ぶ。リストは、ソラリストにいる、または CDR がリストであるところのコンスセルであると、再帰的に定義される。具体的に言うと、要素 A と B から構成されるコンスはと表され、リストは、各要素をカー関数で取り出せるところのコンスセルと、後続のコンスセルを CDR 関数で取り出せるところの片方向リスト、すなわちとして実現されている。 したがって、リストの先頭の要素を得るのは、最後の要素を得るのに比べて効率が良い。リスト L の2番目の要素は、3番目の要素は、のようにして得られる。関数カート CDR の引数がソラリストにいるである場合、コモンリスプでは、ソラリストを返す。スキームでは、エラーになる。カート CDR を、再起や、条件分岐と組み合わせることで、 リスト関係の様々な関数を作ることができる。例えば、リストの最後の要素を得るラスト関数は、L の CDR 部分がコンスセルである場合、else。リストの長さを得る関数レングスは、L がソラリストである場合、例、else。のように定義できる。ありがとうございます。